画面右側白のユニフォームがアウェーの長崎です。さあここは重ボール収まらず長崎にボール渡ります。名倉が一度さばいていって海洋センサーから中、裏を抜けた形、うん、1対1になるがここは田中ナイスセーブを見せました。上中のシュート、まだボールは長崎、この位置からウェリントンハットへ、もう一度これはクロスを上げる海洋センサーのあたりを狙っていきますが、これはディフレクションがある、しかし田中ナイスセーブを見せました。素晴らしいシュートと素晴らしいセービングでしたね。まあ、ディフェンスラインの選手が体を張って守ったようにも見えますし、プレッシャーを回避するその巧みな策というかね、個人技もそうですけどね。さあここは名倉が前を向いていって向き直れればシュートはいけるかどうか、上中のシュートは右にそれていきました。シュートコースが名倉選手のこう小気味なターンとね、まあ、ここを使わずに自分で行ったところもストライカー性を感じましたし、まあ、うまく、ただ秋田の方もここのところウェリントンハットを競りかけていきますが、ボールを下げていってもう一度ロングボール、海洋セザールを狙っていったところですが、ここは入りました。ウェリントンハット、ディフェンダーに当たって軌道変わりましたかね。当たり方に当たって軌道が変わりましたね。そうですね、ボールに対する反応とシュートのスピードがあった分、山田選手に当たってタイムに入ろうという時間帯です。圧力を強めていっている秋田。さあここは、うん、斉藤啓太、おー一気にダイレクトで狙っていきます。まあ、少しこうゴールキーパーのボールになったかなと思いましたけど、まあ、最後まで諦めずにね。マイクマン、うん、縦のボール差し込む、向き直ってシュートまでいけるかどうか。さあここは名倉、前には千田がいますが田中がセーブ、ーナイスキーパーを見せました。そうですね、まあ、やはり上中選手のキープから、まあ、名倉選手がこの相手の股ですね、はい、町田選手の股を抜いたシュート、横から三上、ワンツーで交換があって三上、面白い。さあここは竹颯突き刺しました、同点、ワンチャンス、まあ、そこでターンしたところが非常に大事でしたね。このシュートもいいコースといいスピード、キーパーとしては非常に届かないところに流し込みましたね。いいゴールでしたね。竹颯、これが秋田が長崎を押し込んでいます。巻いてきたボール、ここは頭で跳ね返して稲葉、柔らかいボール、向き直ってのシュート、これは富澤よく触りました。さあ井上、これは直接狙ったようなボールでしたが逸れていきました。アディショナルタイム回って、ここで長いホイッスルです。